崩れてるな。俺たちには関係ないだろ。けど、この高さだよ。無理して登って、途中でどうにもならなくなると最悪なんじゃない？だよな。外周階段の狭い足場で、さっきの氷魔に襲われたら危険だしな。塔の中が見たいだけでしょ、この遺跡オタクども。ちゃんと入り口から入りましょ。より格闘術が多彩な氷魔だ。よく見てかわす。近くでかわすのはすごいプレッシャーだ。ケチャッ、逃がさない。これで小さいってんだか、竜ってやつは。だが、一刀両断。
これに勝てないようならってのも事実だ。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。風の霊力が特に強い兵馬だ。ああ、もう風って、奴は迷惑でしゃあないわ。術以外でも竜巻などを発生させてきますわ。下流炎武血圧逃がさない。一刀両断炎を踊れ。生きるのナビガブル。姿を逃げれない。石像悪魔の言うね。だが本物だ。汚染だよ。不参議派かブルタリティウイルス。ハルは炎風と破壊する。一見とまだいるの。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。
以外は進めないのか。塔そのものの異様が人の信仰対象なんだろう。それが生贄の伝承と交わって身投げの舞台となったのか。そう、誰も望んでないと思う。覚悟、そろ宿屋とかで休みたいとこだけど。宿屋とかで休みたいとこだけど。
助け。発信装置属性が効きます。雷を任せてください。畳みかけろ。ラッキャラだ。一点と一点と上位喝采。おとなしく眠ってくれ。届け。あとは決闘。キャンドル鬼どうした。生きれるかよ。あとは決闘。そろそろ宿屋とかで休みたい。活躍ね、その切りもむやつ。風の試練だ。デゼル。お願い。我が日は舞い踊る秘伝のゴール。決着。ドミネーション。これは。どうしたんだ。課長を決める。決着。襲撃。一刀両断。決着。決着。これどうだ。無双剣。我が日は舞い踊る秘伝のゴール。人間には休息が必要じゃないのか。
く眠ってくれ。果てぬ壁が終わらせる。剣を吠えろ雷神総長だ。そろそろ宿屋とかで休み。大活躍ね、その切りもむやつ。風の試練だからな。風の試練だ。ベーゼル、違う返し方しないとずっと続くよ。俺は知らないぜ。ピンクを落ちてガードスライド。
タミナある方だけど。大活躍ね、その切りもむやつ。切りもむからな。デセルさん、頑張りましたわ。ただのフォローだから。ソーラー持続性の危機や、常に
に警戒してください。燃える光炎焼き尽くせ。全部燃え、おとなしく眠ってくれ。試練ザッシン届け。弱い喝采ハグは延期。スレイケッ、そろそろ宿屋とかで休む。